賢島宝生園は、三重県志摩市の賢島にある旅館。近鉄レジャーサービスが経営権を持ち、同社の子会社である株式会社賢島宝生園が運営する。2016年5月26日27日の両日に開かれた第42回先進国首脳会議では、議長の安倍晋三の宿泊及び議長国記者会見の会場として利用された。島観光ホテル株式会社が経営していた2軒の旅館の間にパブリック施設等あたり、廊下を増築して1軒の旅館として開業した。旅館名の宝生は立地場所の地名、宝生の花に由来し、昭和天皇が植物観察に訪れた地である。設計管理は竹中工務店、施工は竹中、大日本土木、清水共同企業体。建物は数寄屋造りを基本とした鉄骨鉄筋コンクリート構造。鉄筋コンクリート構造で人と環境に優しい純和風旅館を目指したものである。パブリック施設は3階分の吹き抜けになったアトリウム和風庭園が核となっており、天井は照明により朝、夕、夜の景色を演出し、水音を立てる人工滝もある。3階分の吹き抜けの大浴場、600畳の大宴会場、コンベンションホール、結婚式場も設置されている。娯楽設備としてカラオケルーム、ボーリング場がある。客室棟は、嘉陽、山陽、雅の3棟あり、全室から英虞湾が望める。嘉陽は、賢島宝生園開業時に新設した棟で、賢島宝生園の中核をなし、山陽は、旧、第三賢島荘を全面改装、雅は、旧、新賢島荘を改装したものである。2000年代の年間宿泊者数は約15万人であった。たびたび以後、将棋大会の会場となり、棋聖戦、天元戦、名人戦、王位戦、第33回全国高等学校、総合文化祭将棋大会が行われている。このほか、毎年10月22日の真珠祭りが、雨天の場合に代替会場となり、2005年11月12日13日には第18回日本トレーニング科学会が開催された。株式会社賢島宝生園は旅館、賢島宝生園のほか、宇方駅と賢島駅の軽食堂、ラペルルを運営していた。浴場は伊勢志摩温泉、朝凪の湯、夕凪の湯であり、露天風呂を備える。朝凪の湯が男湯、夕凪の湯が女湯である。日帰り入浴は昼食利用を条件に受け入れている。泉質はナトリウム、塩化物、炭酸水素塩泉、低調性、弱アルカリ性、高温泉。2006年12月16日に開け湯した。内湯は既存施設を改修、露天風呂は新設し、開発費用は約6億円だった。泉温は摂氏44度、湧出量は173トン。日。運営会社は1949年10月5日に三重県庁、近畿日本鉄道、三重交通の3社協議を経て島観光ホテル株式会社として設立された。社名と同名の島観光ホテルのほか、旅館、賢島荘、新賢島荘、第三賢島荘、賢島別館と阿児町からの受託で国民宿舎、賢島ロッジを経営していた。1995年7月7日、賢島宝生園が開業した。新賢島荘と第三賢島荘の2軒の旅館を増築により、統合、賢島宝生園として1軒の旅館とした。増築工事は1993年11月から1995年6月に行われ、増築棟は嘉陽と命名された。このほか賢島別館を賢島宝生園賢島別館に改名した。これにより225室889人収容の伊勢志摩地域最大級の旅館となった。しかし修学旅行生を主に受け入れていた賢島別館は稼働率が 50% を切る状況が続いたため、1999年1月に閉鎖した。同時に賢島ロッジを閉鎖している。さらに島観光ホテル株式会社自体も経営環境が厳しく、同年4月1日に、島観光ホテルを近鉄ホテルシステムズ2譲渡し、賢島宝生園の経営だけを行うことになったため、株式会社賢島宝生園に改めた。2000年2月18日には1億円をかけて、結婚式用、チャペル、シンフォニーを整備した。2004年1月、近鉄は事業再編計画を発表、株式会社賢島宝生園を、同年3月31日付で、近鉄レジャーサービスに吸収合併することに決定した。この合併で旅館の所有者は近鉄レジャーサービスとなったが、同社が子会社として株式会社賢島宝生園を再設置し、運営を委託することになった。合併問題が一段落した同年2月10日には、島郡郷町の合併協定書の調印式が開かれた。2005年10月、閉鎖した旧賢島別館を貸与し、同館は代々木高等学校の本校校舎に転用された。同月に、近鉄は伊勢島事業計画の一環として、賢島宝生園の温泉開発を開始し、2006年4月に旧賢島別館の地下1800メートルで掘り当てた。同地から約900メートルのパイプを宝生園まで引き、同年12月26日に、伊勢島温泉として営業を開始した。2007年10月21日には、新園真珠発明100周年を記念した、伊勢島新園真珠誕生100周年記念フォーラムを、2015年9月6日には、第1回賢島映画祭を開催した。議長国会見を行う安倍晋三出展、G7 伊勢島サミット公式ホームページ。2016年5月に開かれた伊勢島サミットでは各国首脳が島観光ホテルに宿泊する中、安倍晋三は賢島宝生園10階の貴賓室、鳳凰に宿泊した。またサミット終了後、中庭で安倍が議長国会見を開いた。2019年6月27日にテレビ、東京系列で放送された。田川恵比寿の旅バラ内の企画、ローカル鉄道寄り道旅では、目標金額10万円を達成した、田川陽介、恵比寿義和、間野絵里奈の一行がここで豪華ディナーを堪能した。ありがとうございます。